政府投資はこれはひどかったな。 JP がなんとこれマイナスなんだよ、ね、マイナスです。これはちょっとこれはないよなと、うん、4% 以上の社会的収益がないと投資しないっていうのはそれはないよねと。ほとんど買えなかったのはなぜかっていうと、あの投資をしたくない人間が政府の中にいたってことですよ。それで買えなかったんだよ。国交省が中心なんだけど、これは公明党だからね。安倍菅政権でずっと私は騙され続けてやりますって言われてて騙されましたね。これで岸田政権になったらついに本省が出て、これからも 4% できますって言いやがったな、うん、公明党は時々ほら隣の国に行くといろいろ支持受けるでしょうね国力を弱くするためにあれなんじゃないのそこで高橋さんに最後に質問なんだけども、ね、財政検討本部を立ち上げて講師が高橋さんなんですよだからこれ分かれ目だよね。多分今月からスタートするってことは聞いてんだけどね、うん、連休明けの26日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりし、史上最高値を更新しました。多くの市場関係者の間では、足元の円安を背景にした輸出関連の企業業績への期待などから4万円台も意識をされています。しかし15日に内閣府より発表された2023年の国内総生産 GDP では4.4 兆ドルのドイツに抜かれ世界4位に転落、55年ぶりに日度が逆転するということになりました。2つのニュースが入ってるけれど、4番目になったっていうのを読み解くと、まあ、なんでこの34年もかかったのかってことが実は分かるわけですよね。ちょっと考えてみたら34年を抜かせないって、ね、変でしょ。だって他の国の株価なんかアメリカなんか10倍ぐらいになってるからね、うん、34年前に比べればね、はい、でどこの国も大体あれだよね、まあ 4,5 倍とか7倍とかそのような数字になるんだから。でもまあ GDP の話がを見るとこれすぐ目先で為替だっていう人いるんで、為替はっきりとあんまり関係ないんだけど、こういうの長めで見るとね、はい、でそれでちょっとね、名目 GDP の数字っていうのを、はい、1990年を1として見るわけね、うん、そうするとなんか一番下に JP ってあるでしょ、はい、ほぼ横ばい、はい、これ私なんか普通いつもふざけてさ、平成って言うでしょ、平らになるってこういうこと言うんだよっていつも言ってるんだけどさ他の国見るとみんなガラッと上がってるんでしょ、はい、でアメリカなんかは 4.5 倍だし、はい、キャナダが4倍で、イギリスも4倍ぐらいで、はい、ジャーマニーってのが3倍ぐらいで、はい、イタリアとフランスってのが 2.5 倍ちょっとっていうなってるでしょ、はい、でこれはそれでそんな中で一番横ばいだったらこれは株価伸びないですっていう、はい、伸びないっていうのはずっと下がってて、まあ、ようやく戻したっていうレベル、34年で戻したって感じになるわけですよね、はい、だからこれが一番ひどいなと言って、それでタラレバって書いたんだけどね、はい、JP タラレバ、 JP タラレバ、はい、本当タラレバで腹立つんだけど、はい、私なんかこれずっとやってて直そうと思ってたんだけども、それで直すの嫌な人がたくさん世の中にいたんでタラレバにならなかったんだよね。でタラレバでちょっと腹が立つから、まあ、こういう要因ですって計算したのがタラレバなんだけど、はい、まあこれはまずデフレじゃなかったっていう話だったら結構上がるんだよね。それで名目 GDP そこそこ上がるから。であともう一個はね、これはね、投資がね異常に低かった。投資が低い時に民間の方には低いっていうのを言ってもしょうがないから、政府投資が低かったってという2つの、ね、要因でタラレバを計算すると大体3倍ぐらいになるから、この2つがまあ原因でしょというふうに思ってるわけね、はい、でデフレの話ってのは結構金融政策っていうかお金の量が結構関係するから金融政策が重要なんだけど、ちょうどまともにできるようになったのが安倍政権になってからなんですよね、うん、安倍政権になってからもね、人事やって一人一人変えていくからなかなか大変だったね。その前は GDP デフレーターって言って物価を測る指標があるんだけどね、消費者物価とちょっと違うんだけど、これでまあ普通世界を見るんだけど、そうするとマイナス1.0 ぐらいだったかな。それでこれ安倍さんにちょっとあまりひどいですよって、それからちょっと安倍政権になってからプラスの 0.6 か7になったから、まあ結構まともにはなったんだけどね。でも消費増税やったから2にまではなかなかいかなかったって、だからもう消費増税も民主党の時やられちゃったんで、あれなければ結構2ぐらいには簡単にできたんだけどね、それはちょっと残念でありましたっていうので、まあでもそれは安倍政権でやった話っていうのは悪くないなと思って、だから安倍政権になってからちょっと上がってるわけで随分ね。
だからそれはデフレの話っていうのは結構できて、まあ今は結構そこはずっとそのままやってるから、まあ、まずまずのところですね、うん、あともう一個は政府投資ですからね、はい、政府投資はこれはひどかったな、これ各国公的資本形成っていうのはこれ政府投資の話なんだけどね、ちょっと1995年1ってまあちょっとヨーロッパの国はちょっと前がデータがないから、まあこれずっと見るとこれもさっきと数字と似てるんだよね、はい、UK、キャナダ、US っていうのはまあ3、4倍になってて、イタリア、ジャーマニー、フランスっていうのがまあ2倍ぐらいになってて、うん、それで JP がなんとこれマイナスなんだよね、これね 0.6 ぐらいなんだよね、だからこれはちょっとこれはないよなと、うん、じゃあ どうしてこういうふうになっちゃうのかなっていうのは当然知りたくなるわけでしょ、これはファクトなんだけどね、これ結構簡単なんだよね、政府投資するときっていうのは政府の中でどういうふうに採択するかっていうと、まあ、金利で大体判断するんです、うん、で金利で判断するんだけど、これはでも採択は表に言うときには B/C って言ってベネフィットオーバーコストっていうので社会的、まあ、便益、ベネフィットって B なんだけどね、うん、それがコストを上回るときにはやっていいと、うん、これが要するに投資採択基準っていうのがあってね、これ細かいこと言うとどのくらい便益があってってんで、これでコストを上回らなきゃダメだっていうのを計算で出すんですよね、うん、その時に結構重要なのは金利なんですよ、金利の大きさによって結構これが決まるんだけど、その時の計算する金利、細かい話がちょっとテクニカルに言うと金利っていうのをどうやって決めるかって、これ社会的割引率って言って金利じゃないに決まる数字みたいな名称があるんだけど、金利なんだよね、これをねなんとね20年間以上ね 4% ってずっとフィックスしてたということは、どういうことかっていうと 4% っていうのは普通の金利だと、まあ、0とか 0.5 とか1っていう数字になってたんだよ、この20年間ぐらいは、うん、でも政府の中で4って決めてたってことは、まあ、投資が出にくいってことです、はっきり言えば、うん、4% 以上の社会的収益がないと投資しないっていうのはそれはないよねって、ほとんど、うん、特に公共事業なんかではそれはないなって、うん、だからその公共投資が圧倒的に過小投資になってたっていうのはさっきの数字で、これは政府の中でそんな 4% っていうのを決めてたからなんですよ。で私実はね 4% の一番最初の20年ぐらい前に政府の中にいた時に、その前まで結構デタラメにね公共投資の基準をやってたから、ちょっとこれ合理的に考えましょうと、それでついてはこの社会的割引率は 4% でいきましょうと言ったの、一番最初言ったのが私なんです、はい、それでなぜ 4% があったって、その時の国債の金利が 4% だったか、そんなくらいありました、うんうんうん、それで、はい、世界の普通の国はこの社会的割引率ってね金利が変わると毎年変えていくんですよ、で私はその後ずっと下がっていっていくんだと思ってたわけ、うん、それで決めた時にそのこれはもう毎年変えるもんですよって言ったんだけど、うん、それと変えなかったのね、変えなかったのはなぜかっていうと、投資をしたくない人間が政府の中にいたってことですよ、それで買えなかったんだよ、買えなくて高い金利のまま政府の中だけで、ね、高い金利のまま動いちゃったから、こんな非常に悲惨な状況になってしまったというのであります。でこれ安倍さんの政権だった時にこれちょっとひどいなと思ったんで一生懸命やろうとするんだけど、まあ国交省が中心なんだけど、これは公明党だからね、安倍さんもなかなかね、安倍さんとか話して高橋さんちょっと事務的にやってって言われるんだよな、うん、まあそれで事務的にやって、でも理屈はもう完璧に通るからね、そうするとみんなおっしゃる通りです、おっしゃる通りですって言って、安倍菅政権でずっと私は騙され続けてやりますって言われてて、騙されましたね、やりますって言ってやらなかった、それで岸田政権になったらついに本省が出て、これからも 4% できますって言いやがったな、今普通に考えたら多分1なんだよね。もう少し踏み込んで言うと、公明党のバックで誰がついてたんですか。いや公明党が、公明党は時々ほら隣の国に行くといろいろ支持受けるでしょうね国力を弱くするためにあれなんじゃないのほらリニアの話とかそういうのもさ、なかなかあれだよ、なかなか進まない、不思議でしょ、うん、だからそういうのがどっかにあるんじゃないかなって感じるけど、ここまでは正直分かんない、私、うん、分かんない、全くこれをこんなのができないっていうのは信じがたくてね、あとね国交省の中のやつもね、私なんかそう外でいいこと言うわけだから、うん、逆に土木学会とかね、はいはい、その外部の学者の世界から見るとね、神様みたいに私言われてるんだよ、元財務省なんて、うん、すごいきちんと言ってくれるって、うん、これただ学者として言ってるだけなんだけどね、それなんで国交省の中でなぜかね財務省とつるんでるやつが多くてね、すっごく消されるんだから、うん、それでねごまかして消されてね、そういう人が結構また偉くなったりするから、悪循環でバカの再生産みたいな話なんだけどね、うん、ダメな決定がずっと継続されてるって感じがしました。うん、
今後はどうなるんですか。今後はだから今さっき言っちゃったんだけど、うん、去年の、岸田政権の時にこれからも読んでいきますって言って、うん、ふざけたもうびっくりしてましたよ私は。ずっと長々とものすごい長い検討の上読んでいきますっていうのが岸田政権の時におりましたね。さすがに安倍菅の時には、ね、読んでいきますって言えなかったから、うん、あの出なかったけどね、去年の6月に読んでいきますっていうのが出ましたね。これじゃあ永遠とマイナスでいくってことなんですか。苦しいよね、はい、苦しいよね。これは金利を 4% でおいてそれをクリアする国境投資ってのは少ないよね、うん、だからあの仮に、1にしたらどのくらいになるかっていうと多分2倍か3倍にはなるんだ。うん、2倍か3倍になればさっきのみんなのタレントみたいな数字で、まあ、少なくともヨーロッパと同じぐらいにはなってるはずでした。残念ですねなかなか。だから公共投資とか災害復旧とかあと震災対策強靭化なんかはまああんまり出ないだろうね。だから出ていいんじゃないのって私なんか財務省のくせに言ってるのになんか国交省も反対するんだよね結構な、うん、反対というか表は絶対しない、表立っては絶対にできない、あ全く表立っては絶対できないんだけどやらない、うん、っていうのでこれは、ね、ちょっと大変ですね、うん、そうですね。そんなの財務省だけかと思ったら国交省までね、そういうふうにもうとっとと公明党へ手引けっつんですよねもう国の癌ですよもうここまで来たら、うん、いやでもね本当にあの 4% というのがまさかあの毎年のように普通に変わっているものだと思ってたんですけど、私も分かるもんだと思ったんだけどこれ報道してくれるマスコミゼロだよ、うん、あ私一人でずっと言ってるんだけど誰も報道しませんね、うん、だからねこれね、こういうことなんですよ。要するに GDP が全く成長していない、はい、でそういった中で、この33年間だって日経平均株価がずっと上がってこなかったっていうのはそこに理由があるわけじゃないですか、はい、で特にね、需要っていうと消費っていうと民間セクターと公的セクターでやっぱりデフレなんだから民間セクターからはお金が出てこないんですよ。でそうするとやっぱり公的セクターが、財政出動するというのはこれはやらなきゃならないこと。例えばダムを作って100億円かつけてかかるって100億円のダムができるかどうかは別としてもね、はい、ダムを作って社会的便益が100億円超えたらやるんですよ普通は。そうですよね。だからそれをやらないようにさせるためにそういうことをやらせないさせるためにの 4% でこれともう一点が予算を作るにあたって骨太の方針っていうのを最初に決めますよね政治上で。そこの段階で非社会保障費に関しては3年間で1000億円というキャップ上限がはめられてるんですよ。だ年間純増で平均すると333億円しか増やせないのよ。要するに 4% という枠をはめて絶対額でも増やせない状況になってる。ここも壊さなきゃいけない。でそこで高橋さんに最後に質問なんだけどもそのあたりに対してねきちんとこれから議論していこうということで政調会長の下に立ち会いましたよね、うん、あの推進本部をあの財政、財政検討本部ね財政検討本部を立ち上げて、うんうん、そこでそのあたりしっかり議論していくっていうことがでこれね新聞は全く書かないのよ。第一回目の講師が高橋さんなんですよなんですよねなんかさそういうふうにさ昨日から言われてさまあ、経緯は私前から知ってるんだけどね、うんまあ、これ西田さんっていうのが、うんまあ、検討本部の本部長をしててそれで、まあ、私の方は西田さんに言ったのはもう一個ね総裁の下、うん、政調会長じゃなくて自民党総裁の下に財政健全化推進本部ってなるわけ。これははっきり言って財務省の出先なんだよね、うん、でそっちの方はねもう本部長を入れ替えてそれとあと小渕優子さんとかで茂木派からボーンと引き抜いて、うん、この財政コテコテのね緊縮コテコテの人を引き抜いて麻生さんの下に入れたわけね。最後の方はね、うん、もう完全にもう政局に乗っちゃって茂木がこれでガタガタになってるんだけど一方で財政健全化推進本部っていうのは、まあ、緊縮財政でゴーンもうすごいスタートしてんだよね。でこれを報道があるのね、バンバン報道されるバンバン報道されるのねこれでもねだからね西田さんにねこれね出遅れるともう大変ですよっていうことは言ってたわけよね、うん、そしたらまあ教育してくれますかって言うから、はい、まあいいっすよとそれはもういつでもやりますよっていうことは言ってたんだけど、うん、ちょっと具体的にあれでねどういうふうになるかっていうまで私はあんまり聞いてないんだけどさ正直言うとさ、うん、もう適当な性格だから、まあ、適当に対応しますっていうことしか言いようがないんだけどね。まあそれで西田さんの方はね財政、検討本部の方はね不動分で
で行きましょうというのは知ってる。マスコミにもこう全部公開する。フルオープンでおまけにね、財務省も入れてやりましょうっていう、うん、私としては全然構わないんだけどね。財政、あのもう一方のね、とこで古川さんの方だけどね、うん、あの古川さんって前モテリアに前にいてね、うん、それで下に小渕優子さんがいるんだけどね、二人とも財務省のコテコテの人だよね、うん、そこの財政健全化推進本部、こっちはねオープンにしないんだ。おいで、私はそっちには呼ばれないんで面白いねこれね。こそこそやってるんだ推進部。それでもね結構、はい、すごいんだよ。それで多分これがあの骨太のみならず解散総選挙になったら自民党の公約になるよね、うん、だからこれ分かれ目だよね。多分今月からスタートするってことは聞いてんだけどね、あのまあやってくれって言ったら私は何でも言いますけどね。